はい、今回ですね、吉谷拓郎の幸せ論、幸せ論について語っていこうかなと思います。この吉谷拓郎のなんとか論みたいなね、ちょっとシリーズ化しようかなと思います。幸せって何ですかね。幸せ、まあ、何のためにまあ金稼ぐのかって話で、金があったら幸せですか。金があったら幸せなんでしょうか。1億円あったら幸せでしょうか。100億円あったら幸せなんでしょうか。幸せって何ですかと。幸せは何なんでしょうか。じゃあ幸せに行きたいのか、不幸せに行きたいのか、どっちでしょうかと。これね、幸せの定義って結構考えた方がいいと思うんですよね。幸せの定義ってあります？多分、幸せになりたいと思うんですよ。金が、じゃあ、例えばですよ、100億円あっても毎日辛かったらきつくないですか。例えばですよ、今コロナで分かりやすいと思うんですけど、100億円あります。だけど、もう家から一歩も出れません。ね、やることもありません。超ストレスじゃないですか。どうですか ?100 億円はあるんですよ。通帳、あ、なんか、通帳見たら100億円あるんですよ。だけど、あ、でもそしたら買い物しまくるっていう方法もあるか。買い物しまくって、でも家物だらけになっちゃいますね。どうします？もう限界あるじゃん。100億円分買い物したら、もう家の中パンパンじゃないですか。もう身動き取れへんみたいな話で。多分100億円あっても、家にずっといて、何もやることなかったら、マジで暇でしんどいと思うんですよね。幸せを感じれます？ 100 億円通帳にあるんだけど、何もやることね、みたいな。どうすか？家からも出れねえみたいな。今そういう状況じゃないですか。で、結構今ストレス抱えてる人めちゃめちゃ多いと思うんですよ。今まで会社に行くのが苦痛だったけれども、実際何もやることなくなった時に、ああみたいな、結構しんどいみたいな。どうすか、面白いですよね、人間って。で、僕が幸せの定義を、これはね、ほんとゴーギャンですね。ちょっと加賀田先生経由なんですけど、加賀田明さんっていうね、営業の神様経由なんですけど、その加賀田先生がそのゴーギャンの話をしてたんですよ、絵描きさんので。その幸せって何なのかっていうところで、その生き方ですよね。で、加賀田先生がそのゴーギャンの話をしていて、バーってきた、これだみたいな、生きるというのはこういうことだみたいなね。で、そのゴーギャンっていう絵描きさんがいるんですよ。で、ゴーギャンさんは、まあ今死んだ後ちょっと有名になったのかな。まあ絵描きとか、あ、なんか展覧会とかたまにあるのかな。で、もともと全然無名ですし、もともと絵描きを目指してたわけでもないんですよ。だからもう脱サラみたいな感じですね。日本で言うなら脱サラみたいな。普通にサラリーマンしてたんだけど、なんかいきなり絵が描きたくなったみたいな。いきなり絵が描きたくなって、いきなり会社辞めて、いきなりなんか、島に行くみたいな。どうすか？ぶっ飛んでますよね。とにかく絵が描きたいと。なんか、で、ゴーギャンは、なんか島に行くんですよ。で、なんとか島なんだっけな。まあ、そこも前なんか、あ、アマゾンプライムでなんか出てましたね。ゴーギャンの。なんか暮らした、島みたいな。で、その、まあ、島に行ってもこう描くわけですよ、絵を。もうで、家族も全部捨ててね、絵を描くんですよ。で、周りからめちゃくちゃ言われるんです、あいつはなんだみたいな。ゴーギャンはもう狂ったように絵描きに没頭するんですよ。狂ったようにね。で、しかもこれはなんか、その加賀田先生がそう言ってたんですけど、なんかその描くじゃないですか、絵を。で、ゴーギャンって絵を売って飯食わないと食えないじゃないですか。だから、まあ路上で絵売ってんだけど、これ本当かどうか分かんないですよ。すみません、これ本当かどうか分かんないですけど、まあ、聞いた話で面白いなと思ったんですけど、なんかこの置いてるんですよね、絵画を。で、絵を置いてて、すみません、これ欲しいんですけどみたいな、持ってけ。で、ゴーギャンのセリフが、俺は描いた絵にはもう興味がねえと、持ってけみたいな。え、どういうことみたいな。飯食えんじゃん自分みたいな話なんですけど。で、まあそういう話をしていて、その要は人間の幸せっていうのは一番何が究極系なのかっていうと、そのゴーギャンのようにもう無心で何も考えず、もう無心で没頭できる状態が究極系。要はもう時間が、もう時間って24時間あるんですけども、もう忘れちゃうぐらい没頭しているものを見つけてやっている時っていうのが人間っていうのは一番幸せなんじゃないかっていうところで、
なんかゴーギャンの生き方っていうのがリスペクトしてるぜみたいなね、まあ、リスペクトっていう言葉は言ってないですけど、まあ、これだみたいなことを香形先生が言ってて、僕もその話を聞いて、あ、それやなと、あ、それだと、僕もそれで共感したんですよ。もう間違いないと、それはゴーギャンの生き方やと、な、全部捨ててでも自分がなんか没頭できるものがあるんだったらそれが一番幸せっていう。だからその分かりやすく言うならば、まあ僕ちっちゃい頃ファミリーコンピューター世代なんですけど、ファミリーコンピューター世代で、あのロックマンやってた人いるでしょ。ロックマンね、めちゃめちゃやってましたからね。あとドラクエ、ドラゴンクエスト、僕はあの5結構やってる人いたんですよね。僕ドラクエ6、ドラクエデビューはドラクエ6からなんですけど、ドラクエ6もずーっとやってましたからね。で、その時って幸せというか、幸せとかもう入り込むんですよね。ドラクエにずーっとやってんすよ。もうずーっと、もう寝なくても余裕みたいな。もうずーっとみたいな。寝ることすら忘れるみたいな。だからその状態が一番人間って幸せなんじゃないかなっていう。何かに没頭できる。だから辛いのって、なんで辛いと思います？そもそも。なんで辛くなると思います？これね、一つ、まあそこの概念からね、その前提条件からお話しすると、辛いって、辛いことを考えてる余裕があるってことです。辛いことを考えてる余裕、時間があるってことです。だからその没頭してるんですよ。もう没頭したら何も忘れるんですよ。だからぶっちゃけ言うと、お金がなかったとしても、お金のことも一切記憶からなくなるんですよ。もうそれに一点張りなんですよ。確かに現状お金ない、なかったりね、きつかったりするんだけど、そこに入り込んでるんで、もう何も関係ないですよ。っていう状況です。でも、これ、なんかその没頭して、もう本当に入り込んでないと、余計なこと考えるんですよ。余計なことっていうか、いろんなこと考えるんですよ。で、そのいろんなことが結局増幅して、あ、大丈夫かな、この先うわーみたいになって、で、不安で、なんか、不安な気持ちになったりとかね、するわけですよ。そう、だから僕がそのじゃあ僕は絵描きじゃないですけども、その動画っていうところにそこを見出せたかなっていう。動画もう没頭して動画を撮り続けることができるっていう、これ結構ね、生きていく上で良かったなと思います。没頭して話し続けられるっていう、ひたすらこのアウトプットし続けられるっていうね、ひたすらそう。でもこれは面白いことで、まあこれは僕しかわかんないんですけど、やっぱり動画の量多いとしんどいんですよ。で、特に、講義系撮った時、まあ無料の講義は結構気を楽に撮ってるんであれなんですけど、まあ有料講義とか撮るとマジできついんですよ。ふわーみたいになるんで、もう撮れないというかパワー使うんで。で、まあとりあえずまあ動画たくさんこなしてると、まあしんどいじゃないですか。てかしんどいんですよ。まあしんどいですよ。やってみてください。一日何本も撮ってみてほしいんですけど。結構長いじゃないですか、僕の。やっぱしんどいんですよ。だけど、これ面白いのが、カメラ回ると、なんかね、無双になるんですよ。なんかね、これ宇宙とチャネリングできるのかわかんないですけど、なんかね、パワーがね、こう、出てくるんですよね。なんか没頭できるみたいな。まあ、たまにありますよ。たまにっていうか、まあまああるんですけど、ぼやくだけっていうのもあるんですけど。ぼやくだけでも全然あるんですけどね。クソ動画みたいなのあるんですけど、でもね、それを僕は見つけられたんで、まあ、良かったなっていう。何かに没頭できる。まあ、生涯かけても、もう、費やせる。だから僕、死ぬまで動画撮ってアップロードしようと思うんですけど、なんか、その、YouTube やる人とか、もう、そういうのじゃないじゃないですか。基本的に、金稼ぐっていうのが前提であって、金稼げるのかなとか、まあ、それで入る人いるんじゃないですか。で、それの、入るのは悪くないと思いますし、まあ、それが、まあ、普通、ベターだと思うんですよ。お金が稼げるからやるっていう。ただその上の上の上の段階まで行くと没頭してできるんですよね。没頭というかもう無我夢中でできるトランス状態ですね。もはやトランス状態になれるっていう。そう、だからそういうのを見つけてできてるのが一番幸せなんじゃないかなと僕は思いますね。で、多くの幸せを感じれない人っていうのは、その没頭できるものがないし、無我夢中でできるものがないですね。無我夢中でできるものが、多分そこだと思いますね。まあ人それぞれ幸せの定義あると思うんですけど、幸せになれない人は無我夢中でできるものがないと、ただそれだけと。じゃあどうすればいいんですかっていうのは知らねえと、自分で見つけるしかないじゃないですか。だって人の幸せが自分の幸せではないですよね、そもそも。
じゃあ例えば僕の幸せ、僕はその動画を撮ってることが無我夢中でできるんです、これが幸せですって言ってもいやめんどくせえしって話じゃないですかね。そんなお前みたいにバカみたいに動画アップできないよって話で、でそれはなんでかっていうとお金のためにやっていてお金稼げないくてもできないじゃないですか。だから僕お金が稼げるか稼げないかやってますから、売れなくてもやってるし売れてもやるし、商品だ、普通のまあなんか商材屋とかね、普通の売ってる人って大体売った後やんなくなるんですよ。だって売ることが目的ですからね、売ることが目的なんでやらないですよね売った後。なんかその僕のお客さんでね、騙されましたみたいなね、5本とか6本のプロモーション動画でね買ってね、じゃあその後その動画を撮ってた、動画で出てた人は YouTube チャンネルでずっと1年2年3年4年5年なんか発信してます。まあ発信してないですね、絶対発信してないですよ。まあ役者ですからね雇われてますから。まあ最近どうなんですかね、もう3年ぐらいちょっと見てないんで分かんないですけど、全然見てないですね。もう完全自分だけで言ってますけど、だからまあお金は僕はさ、あとそうそうそう、お金の話をすると、最低限必要なお金は絶対稼げるようになれと、最低限です。でしかもその自分のランニングコストも最低にするってことです。要は精神的に圧迫される理由って何かっていうと、毎月の支払いじゃないですか。何が一番あれかっていうと、毎月の支払いじゃないですか、固定費の。それがどうしようっていう不安の材料でも結構大きいと思うんですよ。でもそれが例えばね、固定費が5000円だったらどうですか、結構楽じゃないですか。まあちょっとも今極端な例で言ってますけどね、固定費5000円だったらどうですか、超楽じゃないですか、気持ち。なんかこれね、結構ね、生きやす、ストレスフリーで生きていく上で大事なことが、極限までに固定費を落とすっていうことですね、まず。で、その極限まで固定費を落として、それを維持する。変えない。だから結構ね、ネットビジネスあるあるなんですけど、稼げるようになったらね、固定費も上げるんですよ。これ、完全なるあるあるですね。完全なるあるある。稼げるようになったら固定費、タワマンに住むとかね。固定費30万とかね。タワマンに住んで。ウィーみたいなね。僕逆っすね。稼いでも稼いでも。まあ今借金に消えてるんですけど、稼いでも稼いでも絶対ぶらさないですね、ここは。もう絶対にぶらさないです。だから僕、ここずっと契約し続けるんで。ここ4万2千円で2年の更新料が1万円ですからね。だ東京のね、そのタワマンみんな住んでた周りにタワマンなんですよ。てかタワマンしかいないみたいな。で、その更新料とかね、東京の更新料2年でね、更新料ね、高いとか90万とか80万とか、に更新するだけで80万ですよ。ばあ、すげえなみたいな。あと30万とか40万とか、2年更新だけですよ。いや、きつくねみたいな。しかもまあ東京なんか、僕も東京行った時に、なんだ、駐車場っすよ。なんか、なんかビルのなんかコンクリートの地下1階にこう止めてたんですよ。ビルの地下1階の。で、なんかシャッターあるみたいな。で、そこが5、6万したんですよ。1ヶ月。車の駐車場ね。5、6万っすよ。ここ無料です。ここ無料。で、まあ、家賃4万2000円じゃないですか、事務所の費用が。で、ネットも無料なんですよ。だから、いくら動画アップしても無料だしね、ネットも無料なんで。これ神だなと思うんですよね。そう。だからその稼げてるときはいいですよ。調子いいときはもちろんそのいいかもしれないですけど、稼げなくなったとき超リスクじゃないですかって話で。ずっと一生稼げる保証はないですから、うまくいった時期もあればうまくいかないときもあるでしょう。じゃあうまくいかなかったときに固定費高かったらどうするって話で、圧迫するじゃないですか。で、さらに言うと、これね、よく芸人さんでもあるあるらしいんですけど、やっぱ一回一発屋でこう当たるじゃないですか。じゃあみんな必ず引っ越しするわけですよ。で、生活水準上げるんですよ。だけど一発屋の人、衰退するじゃないですか。で、こっから生活水準を落とすっていうのが、こうね、なかなか難しいらしいんですよ。一回上げちゃうから。ここをなんかうまみ吸っちゃってるんで。だからそれでかなりきつくなるっていう芸人さんの裏話というか、悩みをね、テレビ番組で聞いたことありますけど、なんか自分がどれだけ稼いだとしても固定費ここだよっていう最低ベッドを、ここを決める、最高基準を決めるんじゃなくて最低基準を決めとく。
で最低基準を決めときながら、まあ自分が欲しい金額だけ稼げばいいと思うんですよ。でここはぶらさないって、マストで。うん、これがね本当にね、まあその精神的に楽に生きていく上で、まあ重要なポイントかなと。じゃあその最低基準に落とすためには何をしなければいけないのかっていうと、やっぱり場所の自由ですよね。マジでこれ場所の自由です。本当東京の賃貸とこっちの鹿児島の賃貸全然相場違いますから。マジで。まあもちろんね、鹿児島の市内は高いですよ。鹿児島市内の駅前とか普通に高いです。普通に高いです。ただ僕が住んでるところはもう田んぼとか田舎なんで。だからその地方の田舎はクソ安いです。だって僕こっから駅まで歩いて多分30分以上かかるんですよ。コンビニも30分かかるし、駅も、あ、駅もっと遠いわ。駅もっと40分ぐらいかかるのかな、駅まで歩いて。徒歩駅まで40分みたいな。で、駅でも、駅着いても、1時間に2本だったか30分に2本ぐらいですかね。1時間に3本ぐらいか、ぐらいしか走ってないですけど。まあ、電車あんま使わないですけどね。っていう、そういう立地だとクソ安いですね。マジで。だから本当ね、地方で調べてほしいんですよ。家賃クソ安いんで。しかもここ新築ですからね、一応。新築です。だから僕しか入ってないです、この部屋。新築から入っててずっとここにいるんで、僕しか入ってないです、この部屋は。そう。だからまあずっと居座るんで、まあ僕以外の人が入んのかな、みたいな。居座るからね。ここ置いとくんで。っていうのをもう固く決めてますね。固定費絶対あげねえ、みたいな。なんか、ってなると、その、浮いた分なんかいろいろ使えるじゃないですか。じゃあ僕浮いた分何に使ってんのかっていうと、その移動費ですよね。車で移動するとかね。ガソリン代かかります。今がね、ちょっとガソリン代安くなりましたけど、ガソリンで全国回るとか、その浮いた分の固定費をそっちに回して、いろいろなことできるわけですよ。でもね、これ本当にね、不思議に思ってたのが、タワマンに住むじゃないですか。で、家賃何十万払うわけですよ。で、海外に遊びに行くんですよ。住んでないじゃないですか。なんかその、なんか2、3週間海外で遊んできたみたいな。いや、3週間。なんか家にいないのにね、家賃50万とか60万払うのって、それどうなのかなみたいな。まあ人それぞれなんで別にいいんですけど、僕はそこをね、ずっと疑問に思ってて、いや、それ意味あんのかなみたいなね。そう。まあなんかいろんなその、なんだ、考え方がありますから、いろんな考え方があるんで、別に否定はしないですけど、僕はこういう考え方の方が楽に生きられるし、より幸せに生きられるのかな。何にもその、不安要素をできるだけ消していく。で、お金の不安要素って一番その固定費だと僕は思ってますから、毎月のキャッシュフローの固定費、不安。もしくは将来に対しての不安。これぐらいですよ。お金に対しての不安って、毎月の出てくる出費、の不安と将来の不安、この二つしかないじゃないですか。この二つしかないですよね。あります？今目先の支払うお金の不安と将来の不安、この二つしかないと思ってるんで、じゃあ毎月のその出てくるお金をできるだけ極限に落としていくと、まあそうやればいいじゃないですか。でもそれができないのが普通のリアルビジネスなんですよね。なぜならば東京で働いている人はめちゃめちゃ多いですけど、なんで東京で働くのかっていうと、やっぱ地方で、だからこっちの求人とかも見るんですけど、クソ安いんですよ、やっぱ。めちゃめちゃ安いですよ、やっぱり。だそれは求人が安いんで、賃料も安くしないと入らないですよね。例えば手取り17万とか15万しかないのに、家賃8万、10万とか無理じゃないですか。だからそれはまあ相場感4万、5万です。4万、5万しかないですから、ここら辺り。4万、5万しか、ここら辺りは。それはそうですよ。だってそこの地域の賃料、収入がそういう相場感ですから。で、その人たちに貸してるという前提で不動産屋ってあるじゃないですか。全国をターゲットにしてないですよね。そう。だからネットができるようになると、その場所選ばないんで、だから本当にその、なんだ、池早さんとかも四国かどっかの中、その、なんか山かどっかに家建てるのかわかんないですけど、まあ何でもできるんですよ、そういうのが。関係ないんで、場所を。だからね、こう、場所を選択できる自由っていうのは、全部マジでいいです。マジでいいです。で、特に今回、まあコロナで、結構痛感してる人が非常に多いと思いますけど、なんだね、まあ、なんか自粛疲れしちゃって、なんか僕ニュースで見たんですよ、YouTube のね。まあテレビないんですけど。
なんかその湘南だったかな、なんかその海にみんな行ってるらしいんですよ。やめてくれみたいな、神奈川県かどうかがやめろと、来るなみたいな、なんかねめちゃめちゃ人らしいらしいんですよね。あのこの前僕海行ったんですけど一人もいないですね海ってねいっぱいあるわけですよ。めちゃくちゃ海ってあるじゃないですか。海岸沿いとか、まあ、日本全国の海ってめちゃめちゃあるわけじゃないですか。で本当に田舎のとこの外れって誰もいないですよいやそもそもそのコロナとかそういう関係なく誰もいないですよ。もうそもそも何も関係なくても誰もいないですよ。しかも海めっちゃ綺麗なんですよ。誰もいないし海綺麗やしっていうね、最高なんですよね。でもそれもやっぱ選ぶ、そういうのを選択できるっていうのもやっぱネットを使わないとできないことですし、ネットがなかったら今も僕もこういう多分幸せの定義はできなかったと思います。うん。だからまあやっぱ場所を選べるっていうのは本当に自由ですね。まあゴーギャンの時はインターネットなかったけれども、まあゴーギャンはね、もうなんか島に行ってね、絵描きにこう没頭しててね、ちょっと違う部分ありますけど、なんかネットに没頭するってことね、ネットビジネスに没頭するっていうのが一番いいんじゃないですか。まあ僕だったら動画にもうひたすら没頭してやるっていう。まあそうするとよりよく、まあ自分の、なんか、できるんじゃないかなっていう。その固定費の部分ですね。固定費の部分。だからそんな不安の部分ってそこはあると思うんで、毎月のキャッシュフローですね。だから僕が起業してというか、独立して3年経ちますけど、3年以上か。まだ未だにビジネスできてるのも、その固定費を抑えるという概念と、あと粗利が高い情報ビジネスやってるのと、あとはまあまあ、借金もあります。借金も返しながらね、こうやってるわけなんですけど、できてる理由ってもうそこですね。固定費上げないのと、利益率が高いビジネスをやっているのと、まあそんな感じですね。うん。もし僕が情報ビジネスやってなかったら、もう自己破産考えてましたから、僕も。自己破産。もう本当ね、自己破産考えた時に結構ありますからね。はい。ということで、まあ幸せ論ですね。それはやっぱり没頭できるの、無我夢中でできるものはありますかっていうところですね。だから結構悩みって、まあ、余計なことを考えてるんで、まあ、無我夢中でやってたら悩みはないです。だって無我夢中ですから。悩みありながら無我夢中でやってるっていうのは無我夢中じゃないじゃないですか。無我夢中。もう何も忘れて没頭している。悩みもクソもないっていう概念が、すべての概念が消えるんで。ね。いや、不安だからやるっていうところは、不安とか、なんかお客さんに言われたんですけど、吉谷さんって、ゾーンありますよねみたいな。あ、ありますみたいな。そう、ゾーンがあるんですよ、僕の中で。こう、スイッチングする中、なんかね、こう、宇宙とチャネリングするゾーンがあるんですよ。そのゾーンに入ると、無限に話せるというか、ブワーってなります。で、さすがにE メーターが、E タンクがあるんで、E タンクちょっと、ふわーってなってくるときつくなりますけどね。だからそのなんかパワーがブワー出てくるみたいな。ゾーンに入ると。ブワー喋れるみたいな。そう、ゾーンがありますね、僕は。そう、ゾーン。まあでもそれが無我夢中でやってる時がゾーンみたいな感じですけどね。はい。ということで、僕の幸せ論についてお伝えしました。では。